疲れ様です。それでは本日2024年7月17日もレクサス LS460 の中古車相場について見ていきましょう。最初からね、非現実的な価格は外していきますので、ぐーっと下げて下げて下げて、さあどこまで下げましょうか。100万円以下、いやいや、そうですね、50万円以下ってのはどうでしょうかね。はい、50万円以下で買える LS が25台もありますよ。ちょっとこれすごくないです？さすがに私もね、ないんじゃないかなと思って50まで下げたんですけども、ありますね。50万、乗り出し60万とか70万じゃないですか。はい、じゃあ検索してみましょう、どんなのが出てくるかな。はい、あー、そうですね、これは第一世代ってやつかなと。2007年式 7.1 万キロ、すごいですね。総額で70万あたりで乗り出しができるなんて、これはハッピーじゃないですか。いやー、これはちょっとお買い得車じゃないですか、トップに出てるだけあって。はい、で次です。シルバーか、シルバーあんまりね好きじゃないんですよね。 39.8 万円が62万ということで、ね、乗り出しはそんなとこかなっていうとこですね。黒内の黒、はい、シルバーですね。シルバーってやっぱりね、リセールバリューちょっと落ちるんじゃないかなって気がするけど、シルバーはどんな気持ちで新車で買われるんですかね。まあ、シルバーもかっこ悪くはないんですけども、まあ、個人的な好みを言えば白、黒、そんな感じかなと。シルバーとかはね、なかなか私は個人的に所有したいと思わない色なんですけどもね。はい、これもちょっとシルバーっぽいですね。まあちょっと飛ばしましょうか、これは。はい、あ、黒出ましたね。黒なんですけども、レクサスといえば黒が人気ですが、まあ私は2番手なんですよ。やっぱ白がいいかなと思います。はい、走行15万キロ全然大丈夫です。15万キロあたりは、はい、あ、白、これかっこいいな、これ結構バランスいいんじゃないですか。へえ、これ、ああ、ホイールが黒ね。ああ、引き締まった感じがありますね。前のオーナーさんのこだわりがちょっと見て取れるような気がします。はい、これも乗り出しが62万3万ぐらいなんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。まだまだね、他に見ないといけないところは結構あるんですけども、とりあえずはパッと見で、お話しさせてもらってますよ。だからシルバーは飛ばします。ホワイトね。これもなかなかいいんじゃないですか。黒革シートね。これは内装も割と落ち着いた感じになって嬉しいみたいなところじゃないですかね。これもまあまあですね。でもやっぱりね、レクサスってね、やっぱりね、私ね、黒は2番手ですね。つうのが、レクサスは黒のイメージが強すぎるんじゃないかなと思うんですよ。逆に白でね、爽やかに乗りたいかなって。まあ、私が爽やかじゃないんで、あんまり意味がないと思いますけども。はい。で、走行距離は15万キロから20万キロぐらいをね、狙っていきたいかなと思います。うん。別にね、乗りまくってるのが好きってわけじゃないんですけども、20万キロ走って、これ買い取りがあるってことは、結構頑丈に細かいところをね、整備しながら乗ってくださってるんじゃないかなっていうふうに考えるんですよ。はい。あ、これもなかなかいいですね。はい。まあでもこの460ね、このスタイルしかないっていうので、若干選択肢は弱くなるのかな。ああ、スピンドルが来てるじゃん。スピンドルじゃないのか。なんだこれ。フロントスポイラー？なんだろうね、これね。まあまあ、でも、ありがちって言えばありがちですよね。せっかくレクサスに乗るんだったら、こういうやつね。4万円。何これ。あ、24ヶ月リースの場合ね。はい、リースでした。すいません。はい、じゃあちょっとね、検索ボリュームを変えていきます。100万円から、下がもうね、50万、そうですね、60万から100万円ぐらいにしときましょうか。そうなると一気に184台に伸びるんですよ。じゃん。こっからだったら結構選べるんじゃないかなと思いますんで、私の好きなシルバーとホワイトに限って検索していきます。はい、あ、これね、ちょっと別のタイプ見たいですね。別のタイプ。ないかもしんないね、でもね。まあまあ、悪くはないんだけどな。これ、ちょっと手入れてますね。目立ちますね。まあでも、このタイプしかないかな、さすがに。ちょっとね、いかついパワーのやつが出てくるかなと思ったんですけども、これもスポイラーつけて、この形になってるんですよね、多分ね。やっぱり30セルショーの方がいいな、この初代レクサスよりも。じゃないですかね。はい。ちょっと目先を変えていきます。ぐーっとね、値段上げて200万。150万から200万ぐらいに絞ってみたらどうでしょうか。こうなったら割と、私のね、
こう好みの一品が出てくるんじゃないかなと思います。あ、出てきますね。まあまあこういうフロントグリルがいいな今の時代だったら。で値段もお手頃ということでね、うん、いいんじゃないですか。あ、これいいですね。これむちゃくちゃいいじゃないですか。200万しない、これはお買い得だね。見ちゃおう。あ、リアビューもかっこいい。しかもベンツみたいな空気取り入れ口が入ってる。これもしかしたらホイールもインチアップしてんのかな。これはいいじゃないですか。なんかレクサス乗ってるぞみたいな感じがしますね。はい、いろいろと手を加えてくださってるみたいですけども、走行距離 5.9 万キロってのは嘘でしょ。これはちょっと嘘っぽいですね。2007年式で、で内装もちょっと傷んでるっぽいような見え方してますね。あ、傷んでるな結構な。変わってるのはこれがあるからね。うん、へこんじゃってるね。はい、まあかなりの使用感がある1台です。これはすいません、この価格だと高いというふうに私は感じますんでキャンセル。さっきのあれだったらね、こっちの方が全然いいような気がするんですけどね。ホワイトがいいよね。まあ、こうやってね、レクサスって買わないんだけども見てるだけでも結構楽しいんで、なんかイマジネーションが膨らみます。皆さんもどうぞやってみてください。それでは今回は以上です。お疲れ様でした。